In December 2021, RNN took a trip to Rakuten's Kagoshima branch office to meet a certain e-commerce consultant. おはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。This is Ayano Hayashi. Since joining Rakuten, she has devoted herself to supporting the growth of local merchants as an ECC. The spirit of empowerment is a concept that Rakuten has valued ever since its founding. But how do ECCs put this into practice?We caught up with Ayano to find out more about her work at the Kagoshima branch office. Today, she is traveling from Kagoshima to Miyazaki for a business meeting with one of the merchants she assists.ショップさんなんですけど、基本的に食品の商材を多く扱っていらっしゃるお店でして、食品に付随する、ダイエット健康食品とかもお取り扱いをいただいてます。商品に対する思いであったりとか、対ユーザーさんに対しての思いっていうのがすごく強くて、取り扱われている商品に対して私たちがどういうその販売戦略で売り上げを上げていくかっていうご提案をさせていただくので、そこの戦略の部分でしっかりと自分が貢献をできればより相乗効果が生まれるのではないかと思ってますね。On this day, Muneki Tokunaga, the former ECC for Tamachan Shop and Ayano's supervisor, has also come along to offer his year-end greetings to the store. 私が担当したのが2010年の8月からなんですけど、もともとはここの建物しかなかったんですよ。この時期になると、もうここの車の横とかで、安納芋を詰めたりとか。お店舗さん、もう社長自らされてたので、はい。だから私のたまちゃんショップさんはここですね、本音。Tamachan Shop opened on Rakuten Ichiba in 2003. It was originally a shiitake mushroom farm that had been in operation for over 50 years.The company continues to expand and open new storefronts.While it operates its own manufacturing plant and even provides local distribution through its own logistics center. まずたまちゃんの商品のすごいファンですし、あともやっぱりキャプテンですね。キャプテンとかセンター長とか奥さん社長ですね。もう皆さんがすごく熱い思いをしているので、私もすごい同じ気持ちで。毎日すごく仕事が楽しいです。はい。失礼します。It's soon time for the business meeting to start. Currently, Tamachan's shop is run by Kotaro Tanaka, the son of the founding president, Shigeo Tanaka.The theme of today's meeting is Tamachan Shop's sales strategy for 2022. 12月のスーパーセールの真っ只中ではあるんですけど、はい、1月のところのスケジュールをざっくりと決めれればなと思っておりまして、この前おっしゃってたバレンタインとかそのあたりの商品って、どの辺のリリースになりそうですか？いや、本当にガチで、今回本気でやろうかなと思ってるので、もうほぼデザインは仕上がったんです。あとページだけなんですよね。で、1月1日か。1日からの告知でクーポンを配って。セグメント、そのダイエ健康の商品であったりとか、あと女性とか30代の方々が強かったんで、そこに対して、ビューティークーポンチーム側と
相談してたんですけど、クーポンの金額っていうところをちょっと変えていただいた方がいいと思いますっていう形だったので。お客様とですね、やっぱ向き合っていける仕事じゃないですかね、このネットの仕事というのはね、はい、未来までずっと続くような商品作りしてないってことには、ブームを追っかけるような商品だけじゃなきゃいけないんだということをですね、それはずっとこの考え続けていますね。お客さんと共にちょっと文化を作るっていう、やはりまあこの2年間でやっぱり弊社にとってもすごくいろんな社会的意義だったりとか、自分たちが今後作っていく製品プロダクトっていうものはどういったふうにこう環境に対しても配慮されてたりとか、もうこういう未来を作っていきます、こういうふうに弊社は考えていきますっていうことを改めてお客様に伝え直していくという。こんにちは、すいません失礼します。Before returning to the office, Ayano also drops by the logistics center. At Tama-chan's shop, it's become a tradition for the ECC to help them with packing and shipping during the busy year-end season. やっぱりこう EC さんも一緒に現場に入っていただくことで、よりこう弊社の方の状況だったりとかっていうのがすごくやっぱりリアルに感じていただけるのかなというふうに思っているので、今の現 ECC さんも本当こう暑いので、今大阪出身の方ではあるんですけど、ありがたいなというふうに思っています。弊社のこう夢に対して、的確にアドバイスをしてくれる、でその道筋をこう未来から作ってくれる存在なのかなと思うので、やっぱり楽天さんならではのデータっていうのがもう膨大にあると思うので、データとして示してくれるっていうのはすごく、頼りにしていきたいので、自分たちが迷っている時に、すごくそこの判断基準を作ってくださったりとかっていうのがすごく、弊社としてのこうすごい強力な右腕かなっていうふうに感じますね。頼れましたよね、その子がね。頼って冒険していくわけでしょ。 Finally, we spoke with Ayano once more before the day came to an end. 来年以降はより初めてたまちゃんショップさんを知っていただいたユーザーさんに対してのサービス面を強化されるということだったので、そこは自分なりにも楽天でできるサービスとかツールとかデータを用いて、より売り上げを拡大いただけるように提案を進めていければなと思います。ショップさんと思いを一つにしながら進めていきたいなと思ってます。お疲れ様です。お疲れ様です。お疲れ様です。